豆腐をいじって、キーフォローをいじって、エンベロープデプスをいじって、エンベロープ30秒前です。お、早いな。スタート。解説お願いします。おじゃ冷凍いじったところでね、もう円はね70円以上になっちゃう。その冷凍ではありません。松崎校長の音作りスタート。真面目なテクノ。あの LA4 で動かしましたね。 LA4 でなんかこう、あ、フィルターを調整して、小指立っちゃう。そう、小指立ってるね、やっぱね。この感じがね、どうしても立つんだよね。もう校長のいいところが、かっこいいところが見せていただけるんでしょうかね。もう顔が真剣です、30秒前。さあ、真面目なテクノという真面目なテクノお題でしたが、そういうイメージの音に仕上がっているのでしょうか。さあ、みんなのこれ弾き方も問題あるかもしれないけど弾き方もなるんだけど、ちょっと やってみるか。そうですね、とりあえず聞いてみましょうか。ザバーンって言ってますよ、これ。あれ、意外と野生的な音が出ていますね。ちなみに俺はこれの音です。あー、この発信ですね。うん、2番目は音でっけんじゃないのかな。2番目、うん、これ僕のですね。あれ今何でしょ。ってことは3番目の音がでかかったってこと。3番目全部宇治江さんの音になってます。パチパチ言う。さっきザバッツ。ザバッツ。3つ合わせると。すごい。これね、不思議だわ。3つ合わせると。これ融合して、あのトーンの2から3にこう変調しっかりかかってるじゃないですか、これ。これ色違いますね。だからまあある意味だからね、新たな融合がした。